こんにちは、ゆうてら日本史担当の相澤です。はい、前回までね、貨幣史ということで古代から近世を通じて貨幣の歴史について見てきましたが、今回は実際の入試問題を使って、まあ、問題演習をしていきたいと思います。さあ、ではまず1問目ご覧ください。はい、これ2016年の早稲田の教育の問題ですね。はい、ご覧ください、問題です。鎌倉時代の戦果についての説明として正しいものはどれか。はい、中世鎌倉時代の貨幣に関する問題ですよ。はい、あ、ビタ銭と聖銭の交換比率を定めたエリジェニ令が発せられた。はい、ということで、まあ、エリジェニ令ね。まあ、特に室町時代になると、ね、中国船が輸入され、悪船が混じってしまい、まあ、人々がね、エリジェニ行為を行ったので、幕府や大名は、エリジェニ令を発したということだったわけですが、今も言った通りに、エリジェニ令が出されたと言ったらば、これ、室町時代ですよね。室町時代ですよね。問題もしっかり読んでくださいね。はい、この問題では、鎌倉時代の戦果について問われているわけですから、エリジェニ令、これは室町時代に行われたと。はい、ということでこれ×ということになります。はい、まあ、日本史の正誤問題ということで言うと、しっかりね、まず問題でいつの時代が問われているかって押さえるのめちゃくちゃ重要ですからね。特に共通テストで、その共通テストの前身であるセンター試験ですよね。もうとにかくそのね、いつの時代、7世紀のことなのか8世紀のことなのか、それを踏まえて選択肢を見る。8世紀の出来事問われているのに、9世紀のこと書かれてても×ですからね。この問題なんか、このあの選択肢なんかもまさにそう。鎌倉時代のこと問われているわけですから、室町時代のエリジェニ令は×ですよ。はい、で次。この時期に使われていた銭の中では、永楽銭が最も多かった。はい、ということで、永楽通宝って言ったらば、これもまた、室町時代に入ってきた、ね、中国銭、明銭ですから、×。鎌倉時代だもんね。はい、次。う、現物ではなく銭に変えて年貢を納める大銭農はまだ始まっていなかった。はい、まあ、貨幣経済の発達とともに中世には年貢を銭に変えて納める、まあ、地方からね、荘園領主のいる京都や奈良に米俵持ってくの大変だからね。だから、まあ、お金に変えて年貢を納めましょうという大銭農を行われていたわけですから、始まっていなかった×ですよね。続いて、本朝十二銭の後も朝廷による銭貨の鋳造が続けられていた。はい、ということで、本朝十二銭、あるいは天皇の能の字使って皇朝十二銭とも言いますよね。はい、ね、8世紀初めの和道開珎から始まって権限大宝まで作られていたわけで、でもこの権限大宝で朝廷による銭貨の鋳造というのはストップしてしまいましたから、はい、続けられていた×ですよね。で最後、お、100枚もしくは1000枚前後を紐で通して束にした銭差しが用いられたということで、これは絵画資料などで見たことがあると思いますが、お金って穴が開いてるからね、それ紐で通すので、それ100枚とか1000枚とかまとめて使いましたということ、これ銭差しというふうに言いますね。はい、で紐で一貫抜きだから、一貫貫く、一貫っていう表現を使うわけだね。まあ大体一貫が千文って言ったところになるわけです。はい、ということで銭差し用いられた OK ということになりまして、正解はおということになります。はい、鎌倉時代のことが問われている、だからあとい、これ室町時代の話だから×っていうことね。こういう正誤問題の解き方っていうのはものすごい重要ですからね、途中で言った通り共通テスト出ますけど、早稲田でもこうやって出てるわけですからね。はい、しっかり問題見た時にいつの時代のことが問われているのか、これを押さえて答えるようにしてください。はい、じゃあ2問目いきましょう。はい、2問目は今度中央大学の法学部法律学科の問題です。そして近世の問題ですね。江戸幕府が行った貨幣の改鋳に関連する説明文として正しいものにはい、誤っているものにはろマークしなさい。ということで今度問われているのは江戸幕府が行った貨幣の改鋳。
はい。江戸幕府は天下を統一して、そして貨幣鋳造権を握ったわけだよね。で、金、銀、銭という3種類の貨幣を発行した三貨体制ということだったわけです。そして、まあ幕府としてはたびたびね、特に金貨と銀貨ね、改鋳を行っていたということだったと思います。はい。ということで、この江戸幕府が行った貨幣、改鋳に関連する説明文、正しい正誤を判定してください。はい。A、将軍綱吉は、慶長小判よりも金含有量の少ない小判を発行した。ということで、金含有量の少ない小判、これ、元禄小判のことでしたよね。まあ、将軍綱吉の時代、17世紀の後半、すでに幕府の財政悪化している火の車、そういった中で、勘定吟味役であった、荻原重秀だったね。荻原重秀は、金含有量の少ない元禄金銀の発行。はい。元禄小判だね。発行。はい。これを、ね、権限したっていうことだったと思います。つまり、金の含有量を減らして、それでね、収入の不足を補おうとした。出目政策っていうことでしたよね。はい。ということで、A は丸。続いて B。将軍吉宗は、聖徳小判より金含有量の少ない小判を発行した。はい。ということで、今度は将軍吉宗。はい。18世紀全般、享保の改革ということになる。で、まず、聖徳小判って出てきますよね。はい。五代綱吉の後、朱子学者、新井白石による聖徳の政治っていうのが行われる。で、その中で新井白石は、まあ、元禄小判ね、悪化で、それでインフレが進んでしまったので、金含有量ね、もう一回ね、慶長小判に戻しましょう。ということで、聖徳小判を発行したわけです。で、吉宗も、この新井白石の貨幣政策受け継いで、当初は享保小判、享保金銀を発行していたんですが、享保の改革の後期になりますと、元文小判という、元に文、という結構ですね。元文小判というね、金含有量の少ない小判を発行する、まあ、出目政策、そしてね、インフレターゲットと呼ばれるインフレを誘導する政策へと転換していきましたので、この金含有量の少ない小判を発行した、これも OK です。はい、E。最後、C。将軍家斉は、江戸時代で最も金含有量の少ない小判を発行したと。はい、家斉、11代将軍。まあ、特に老中松平定信解任した後は大御所時代っていう風に呼ばれていますよね。で、まあ、家斉って結構華美なね、生活をしている、無駄遣い大好き。で、そういった中、金含有量の少ない悪化を鋳造していたね、文政小判などを作っていたということですが、この選択肢はこのね、最もっていうのが、くせ者なんですよ。で、最も金含有量が少ないと言ったらば、これ、幕末、開国後に発行した万円小判ということになります。万円小判ですね。1960年鋳造しているということです。そう。開国をして貿易を始めてみたら、はい。日本と列国の金銀比価が異なるものだから、海外にどんどん金貨が流出してしまった。もう10万両とも50万両とも言われているわけですよね。そこで慌てて金含有量の少ない、万円小判を発行したということだったと思います。まあ、本当に、列強の金銀比価に合わせるために、金の含有量3分の1近くまで減らしているということなんですね。ですから、最も金含有量が少ないと聞かれたら、この万円小判ですので、はい。C は×ということになります。まあ、家斉自身もね、金含有量少ない小判発行していますが、最も少ないって言ったら、これ幕末の万円小判ということ、大丈夫でしょうか。はい。ということで、〇〇×ですので、イとロで答えてください。イロとなります。はい。じゃあ、3問目行きましょう。はい。3問目は、今年の早稲田の人間科学部の問題です。で、人間科学部の問題っていうと、実は、資料問題に特色がある。で、その資料問題というのも、教科書や資料集などに載っている品質の資料ではなくって、受験生は見たことがない。で、その場で読んで考える未見資料問題ということなんですね。で、その未見資料問題の一部にこうあったんです。録音インドの御代に暗役式にかかりと出てきていまして。はい。
録音インドのってわかりますか？録音からわかってくれるといいんじゃないかな。録音って言ったら録音寺で、録音寺って言ったら録音寺金閣、金閣作った人はって言ったら三代将軍義満ですよね。そう、録音インドのって出てきたら義満っていうことになります。で、義満は見よに、蔵役式にかかりということで、ここで言ってる蔵ってのは土葬のことですよね。室町時代の高利貸し、金融業者。で、義満は、金融業者は土葬に対して課税をしましたということで、これ蔵役っていうこと。式にかかるってことは、春夏秋冬4回取られたって話なんだね。はい。まあ、室町幕府の場合には、直轄地である御領所なども全国に散在して少なかったものですから、まあ、様々な課税を考えていた一つが蔵役であったということだったと思います。はい、ということで見てください。河川部 B に関連して、当時の幕府の財源に該当しないものはどれかということ。はい、ということで当時の幕府ってもちろん室町幕府ですよ。で、室町幕府の財源としては、って言ったら酒屋、これ土葬と同じく氷菓子、酒屋も氷菓子やってたわけだね。関所、関線だね。関所からインターチェンジで通行料のように取っていた。それから、中分線というのはこれ、官合貿易、日民貿易にかかる関税でしたよね。お、釣料。これ港だよね。港の使用料ということ。まあ、室町幕府は、この、様々な課税、流通に対する課税っていうのを考えていたわけですが、はい。貨幣改鋳益金って何だって話になるけど、これ、江戸時代の先の問題だね。元禄小判で出てきた出目政策の話だよね。金含有量少ない小判を発行して、収入の不足を補おうというもの。で、その歳費をね、利益にしましょうって話ですよね。で、これは江戸時代の話だし、そもそも中世、鎌倉時代、室町時代というのは、鎌倉幕府も室町幕府も、貨幣発行権を持ってなかった。貨幣鋳造権を握ってなかったっていう話だったわけじゃない。ですから当然、この貨幣改鋳益金なんてもあるわけがないですよね。はい、ということで、該当しないもの、ということになります。はい、ということで、今回は、貨幣紙の締めということで、次第の問題ね、正誤問題3問見てもらいましたけれども、こういったところね、やはり実践演習ということで言うと、まあ、しっかり正誤問題とかも練習しておきたいっていうところです。で、今回の1問目と2問目の問題に関しては、1問目戻ってきていますが、この日本史ゴロゴという正誤問題だけを集めた問題集がありますので、ぜひマーチ以上、そして早慶狙っていく、特に早稲田狙っていくというね、受験生の皆様にはこちらの方でね、正誤問題しっかり鍛えてもらえれば良いかと思います。はい、では今回はこれで終わりにします。お疲れ様でした。